当はスタートできればよかったんですけど、まあ、自分のスタートもちょっと失速気味になってしまったし、近藤選手もいいスタートで、まあ、ただ富士は1コーナーまでが長いので、インからでもアウトからでも、まあ、揺さぶれば何か起きるなと。あとはまあ仮に1周目で抜けなくても15周のうちのどこかで逆転できればいいなと思っていたので。やっぱり集中力が全てだと思います。もうとにかくもう当たらんようにどっか隙間ないかって探しながらやってましたから。スタートを失敗してしまいまして、後ろから碇さんを追っていく展開になったんですけど、最後どこで抜こうかなっていうのは考えてたんですけど、まあ碇さんがインを締めてきたので、そのクロスラインでトライしてみて、うまく抜けたっていう感じでした。まあ本当に久しぶりにバトルをしている感覚が味わえてですね、レースをしてて楽しかったなと素直に思いました。実は昨日のフリー走行終わってからちょっと足回りに違和感があって、チェックしてもらったらダンパーを交換しないと走れない状態だったんですね。チェック走行もできない中の予選になってしまったんですけど、まあ、そこにアジャストしてくれたチームには本当に感謝してますし、まあ、それをレースで挽回して優勝することができて、まあ、恩返しができてよかったと思います。